信じられないよ、信じられない、信じられない。こんにちは、メモリーズ横尾です。今回ある商業施設の水槽の清掃に行きました。匂いが取れない、虫が大量発生する、助けてほしいという連絡をいただきました。我々のノウハウがあればこれは解決できると、あとまあ多少の興味もありまして、今回やってまいりました。今回はいつもと違う番外編となっております。お水槽なのでそこだけご了承ください。ではどうぞ。ガラッとだったら、水が溜まる。もう一回吸って、はい、行くわもう。はい。入るわ。おい。やっぱ明太いるな。もういや、臭いですよ。明太もらおう。あ、わかりました。明太ちょうだい。ここは、はい。ある商業施設の、はい、お水槽です。ここで何してるかと言いますと、お水槽の洗浄です。なんかこう交換するらしいんですけど、はいはいはい、ここがなんかやたら臭くて清掃しても全然きれいにならない。汚れ、はい、汚れが取れない、匂いが取れないということで、今日は我々に白浜屋が立ちました。はい、普段見てる方は何してんねんやとなると思うんですけど、いつもは心もすごく使うんですけど、はい、今日は気合一発です。やりやすいですか？やりやすいというかちょっと未知との遭遇的なものがあるんです。入りかけじゃないですか？そうなんですよ。もう半分入ってます。あ、全然です。はい、全部入ってるな。入ります。全部入ってるな。これ、はい、はい、洗剤が出てない。え、なんで、なんで。確認しますって。うん、減ってんのは減ってんけどな。それは白いのは汚物ですか？多分フィッシュ君。なんか書き出すような書き出す。デッキブラシ。うん、デッキブラシ。はい。絶対に飲まされへんからめっちゃ苦しい。大丈夫ですか？うん。はい、はい、
入りましょうか。入っても奥僕を書き押していきましょうか。全然全然全然あ、はい、うん、はい、はい、ちょっと待ってて、はい、声が出てきた。めっちゃ拡散してるの。これこれりょうくん、ちょっと送ってきます。はい、信じられないわ、信じられない。先生、彼ちゃん、吸って。はい、 OK 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 OK。 これ水入れなあかん。彼氏は上から水入れといて。うわ、ちょっと番長でさ、ちょっとね、あの、おむつだけやから吸わへんの。流れないですね。あれ、めっちゃ減ったの。あの、この奥からこのぐらいのところがポタポタポタって汚水が流れてくるんですけど、そこからこの一段下がったこのポンプの吸い上げるとこまで3メーターぐらいあるんですよ、はいはい、そこにもうめっちゃ溜まってました。あ、それでポンプが吸わんようになっとったんか。いや、吸ってたとは思うんですけど、が溜まって、ティッシュと一緒に、でそれが溜まってて、もう全然動かない。あ、多分ポンプが弱すわんようになってしまうと。水しか吸ってなかった。あ、そういうことやな。はい、それがちょっと大きな要因かなと。ああ、もうそれが分かっただけで全然じゃ。すごいな。今までの掃除何やったの。いや、多分ね、手抜いてんやで。こんだけ臭かったら、やっぱりちゃんとしたら頼まな。よかった。やっぱり調べついてる。おお、めっちゃ出てるぜ。オッケーオッケー。これでちょっと、ゴシ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 コーナー。でもこれ1個しかないんか。はい。わざとや。じゃあゴシゴシやっときます。はい、洗剤前でちょっと今匂い落ち着いてるんで、でこっち側やったけど、でこっからもう随時追ってくるから、はいはいはい、もう限界あると思うね。で、兼島はこっちか、はい、こっちがちょっとやってもらって。わかりました。うん、ほら、兼島やっとれ。これは今、汚水槽の中です。今、兼島が、おう、こっち後ろから来んのよ、これ後ろから来るんよ。これはこれですっごい仕事した感がある。無理正解ですね。うん、すごい。要はこの水槽がこの施設には4つあるらしい。はい、でそのうち3つは正常でポンプ回したら綺麗に汚物が上がって綺麗な状態になる。これだけは匂い虫が半端ないと、ということで依頼いただいた。危ない依頼いただいた。危ない依頼いただいたんですけど、あ
案の定その汚水から流れてくるところからポンプ吸い込む穴までに3メートルぐらいあるんですけど、そこで○○が溜まってて、皮脂と○○がせき止めてるんですよ。だからポンプに落ちないんですよ、効率が。でそれが溜まってこのぐらいあったんですね。もう膝下ぐらいまで溜まったところですか。うん、なので当然あの匂い残るし、虫も出るしってことで大変だったと思います。高さが制限あるんで、あのずっとこうしゃがんでやらないと、普段とは全然違うしんどさがありましたけど、まあやるならとことんで。で、あの金島は実は結構几帳面で、はい、手先が器用で、多分最後仕上げてきれいにしてくれてると思います。ここからの工程はこの向きですね。はっきり言って最初に比べたら匂い全然ちゃうけど、全然ちゃうけど、噴霧して保存した。そうです。本当におかえりなさい。無事に生還しました。いい、ありがとうございます。いい、おかえりなさい。はいはい、きれいになりました。いい匂いですよ。マジですか。はい、僕もこのマスクしてるんで全然そんな今匂いが欲しいから、どんどん新規参入してよ。保存っていうのはあの空気が重たいのね。はい、だからちょうどいいのよ。そうなん、持ってきたらさ、はい、歩いとったらどこなんと落ちるんちゃうかなとか。最初会社はここの人には名前言ったから。ありがとうございます。頑張ります。すいません、ありがとうございます。でまたちょっと試合の時もまた連絡させてもらうんで。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。失礼します。はい、お父さんお母さんがはい、上に住んでて、それが分かったのはあの姉のところに、はい、お父さんがお風呂入ってないじゃないかとか、はい、服が破けてるっていう介護ネグレクト的なことで連絡があって、はいはい、私はゴールデンウィークを使ってここを見てきたら本当にもう劣悪な環境であったんです、はい、もう人をここに入れられないから、はい、あのケアマネとかつけられなくって、もう時とともに死ぬのを待つだけの状態だなって。でそれじゃあいかん、人としての生活をして最後を迎えれるようにと思って。そう、仲間強制ですね。そうです、もう本当にもう、ね、でも悪者に私がならなあかんと思って、はいはい、もうあの昔のお母さんっていうか優しいイメージは、はい、そうなんですね。この日って決めましたっていうの時から母が体調崩したりしても困るし、もうバレてもあかんし、で母は11月か10月かに片付けるって言ってたけどっていうふうに怒りのメールとかしてくるんです、うん、もう本当にね、やっと今日やと思って今もう足は震えてますな。じゃあもう今日という日をちょっと覚悟を持って迎えてる。そうなんです、もうなんかそうです、もう本当にしてやって、また多分大爆発だと思いますけど、本当に裏の人とかみんなね、やっぱ見てる人とかやっぱいるでしょ。だから前に通って買い物ちらっと見て、あ、ここか、え、はーい、あ、ここか、え、はーい。